さて、いよいよキャー、ミス・フィルム・コレクション第8弾キャンドル・フォー・マイノリティの鑑賞会になります。緊張する。すごい、今までのジャンルと全然違う映画なので、ファンの方の反応がちょっと緊張します。どういう反応で見てくれるのか。どうぞ皆さん入場してください。わー、拍手。今回あかり役で主演を務めさせていただきました桜乃花です。今回はテロを題材にした作品になっておりまして、私自身この作品に出会うまではテロっていうのはやはりどこか人ごとといいますか、外の国で起こっていることだっていう認識があったんですけども、この作品に出会って本当にもっともっと身近に難しいテーマなんですけれども、みんなで考えなきゃいけない問題だなってすごく思いました。ぜひこの作品を見ていただいて何か感じていただければと思います。今日はよろしくお願いします。映画は、ですね、2015年の11月にレバノンのベイルートっていうところに滞在してまして、その時に、実際テロにあって、一命を取り留めたっていうことがあって、他人事ではなくてこの社会に対してテロに対して何ができるかっていうのを自分たちなりに表現しなくちゃいけないんじゃないかという時に映画のお話をいただいて、素敵な皆さん方と作品を、作ることができました。映画通じて何か考えていただくきっかけになればいいなと思ってます。最後まで、よろしくお願いします。আমি আজ পর্যন্ত কখনোই এরকম একটা উর্দু ফিল্ম করি নাই ছবি তোলার জন্য। ওই দিনের পর মা বাবা অনেকবার করে বলেছিল দেশে ফিরে যেতে। じゃあそんなとこ買い物来てる君たちも同類だね。知らねえ。なんだよ、なんだろうね、どっちに電話してくんだよな。なぜここの店員頭おかしいんだよ。ターゲットブスしかいねえじゃん。間一髪助かりました。昨日もまたテロがあったみたいです。私はまだ生きています。生きている以上、音楽をやる以上、もっと私は音楽の力を信じて強く生きたい、そう思います。তোমার ছবি দিয়ে দুনিয়াকে দেখাও ঘটল কি এখানে। আমার মনে でしょうか。ありがとうございます。メイキングとかもすごい撮っていただいているので、ぜひそちらも今なかったシーンももしかしたらあるかもしれないので、ぜひ見ていただきたいです。そして次回は万葉の結びという作品で河村奈々香ちゃんが主演を務めております。ぜひ皆さん次回のアイスリングコレクションもよろしくお願いします。